旗狙いですか。そうですね、旗ぐらいです、うん、しょー太斗くんは、なんか秘密の練習器具を使ったらヘッドスピードが伸びたと聞いたんですが、何を使ったんですか。このボールがついたスイング棒で毎日思いっきり振るっていう練習をしてます。思いっきり振る、はい、これを思いっきり振る振ってヘッドスピードを上げてます。それはどういう効果があるの。早く振ることによって、早く振ることに慣れて、それでコースでもそうやって振れるように。ボールが動くんですか。ボール、これタイミングの練習なんですけど、僕は先っぽにボールを置いて、これで振ってます。先っぽに置いたまま振れるといいってこと。はい、そうです。落ちてきちゃうもんね、ヘッドスピードが緩んだりすると。そうです。まゆかちゃん、なんか練習器具とか使ってるんですか。ホースがあってこうなってて、でグリップがこっちにあるんですよ。なんていうの、縄跳びみたいな感じの。まあ、このホース、まあ、そうそう、それなんですけど。なんだそれは。それを振って軸で回す練習だとかやってます、ね。ちょっと頭にハテナがいっぱいあるんですけど、魔法のホース、あ、取り合ってる。バンカー狙えますかこれ。でもこれ怖い。打たないっすよね。すっげーかぶせてる、フェイスかぶせてる。狙わないとね。すげえ。おお。やらかした。やば。ちょっと早く振っちゃいました。もうなんか引っ掛けました。そう。今もナックルショットしました。はい、回転かけちゃう。でマーク見えてたもん。当てちゃうね。マークがね、見てたもん。どういった。萌香ちゃんのクラブセッティングを紹介したいと思います。萌香ちゃんのドライバーは何を使ってますか。ヘッドはロッティオで、シャフトはディアマナ使ってます。お、はい、ヘッドはロッティオ、初めて聞いたんですが。ロッティオはあんまりいなくて、あんまり。それはロッティオ、ロッティオ、ロッティオ。これシャフトは全部違いますか。またさあエディ。そうですね、ユーティリティは違う、うん、これは同じですね。65あるとディアマナと、何これ、これ5番ですか。さあエディです。これは、スプーンです。3番です。はい、5は入ってない。入ってないんですよ。
ててはなくて U3、U4、はい、そこらアイアン5番から始まってって感じですね。もしかしてアイアンの方が得意ですか？アイアンはそうですね、なんか5から入れてるの結構アイアンが得意なイメージ、うん、まあ、嫌いじゃないですけど。でシャフトはスチールですね。はい、そうです。5番アイアンで何ヤードくらいキャリーでいく感じですか？キャリーだったら165とかですね、うん、じゃあまあ160ヤードぐらい打つ感じですか？そうですね。でその下のウェッジもアキラ40、そうですね、48アキラ、ワクチン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 コンポ、ワクチンコンポ初めて見るやつが多いですね。そうですね。これは なんで こうなったんですか？この、ヘッドはもともと2年ぐらい変えてなくて、でシャフトの方は、はい、イーブン、うん、でイーブンクラブのフィッティング、そうですね。で2年ぐらい、2年使って、1年半とか使ってて、しばらく全部変えてないんで。なんかこだわりとかあるんですか？こだわりは、うん、自分的にはアイアンがあのここが厚い方が好きなので、ソールが厚い方が好きなので、うん、厚いのにしたり、あとドライバーはヘッドがちっちゃいのが好きなんで。へえ、それは結構変えない。そこは結構こだわりが変えないでいたり、はい、そうですね。ありがとうございます、はい、うわー、まあ、なんか6ナイスワン。よいしょ、ちょっと左。監督は、まあ、ゴルフをそうやって大人から始めたわけじゃないですか、うんうんうん、大人から始めた人にゴルフってなんかちょっとこう硬いというか、だからああいう風に触れないじゃないですか、ジュニアから。いや、子供たちみたいに絶対触れないよね。触れないじゃないですか。無理無理。例えばサンドウェッジとかは、はいはい、絶対無理だから、はい、僕たちだったら58度のサンドウェッジ僕入れないもん。絶対56度。おー、56度の方が簡単。なるほど。でバンカーは58度開いてとかできないから、うんうん、もう60度。おー、60度の多いんですか？60度の方が絶対バンカーポコンって出るもん。女の子たちは56度結構持ってる子多い。へー、そういう風に大人が絶対、例えば僕たちはスリーウッドは打てないから。はい、打てないです。スリーウッドのシャフトはスペックを少し柔らかくするから、 R とか SR とか普段使って。そうすると打てるようになります。全然打てる。ドライバーが S、 ファイブウッドが S、 スリーウッドは R とか。全然簡単。結構スイング変えなくてもクラブとかでそうやって簡単なようにしていくのも、例えばもう5番アイアンとかは、うん、難しい。もう落ちる角度がどうせ止まらない角度でしか落ちないから、うんうん、アイアンももう6番とか、うんうん、7番とかからしか入れない。こうやってセッティングであのボールを止めたりできるから、あの子供たちからの頃からやってれば4アイアンとか。そうね、なんでこんなに違うんだろうって、うん、そうそうそう、目指しても目指してもならないから、うん、でウェッジも3本から4本入れる、うん、でアイアンももう極端な話6番アイアンまで抜いて7番からとか、僕も6番からしか入れてないし、うん、そういう風にセッティングでゴルフを楽しんだ方がいいと思う。楽になる、うん、絶対サンドウェッジはね56度。はい、ありがとうございます、はい。もうない二度とないチャンスを。緊張しました持ち球がフェードだと聞いたんですけど、はい、何を意識してあの変えていきましたか、自分のスイングを。最初は7番アイアンから始めて、うん、へー、なんかここのゾーンだけが大事って言われたんですね、フェード、はい、へー。でここだけのまず練習をずっとしてました。でフェードヒッターの人ってクラブが寝ないんですよ。立って上がる人が多いんで、はい、フェード打つときはクラブを立ててしっかりパワーフェードって捕まえてから。へー、じゃあ後ろから見たらどんな感じに見えるんですか？こう縦に上げる、お高く上げる人が多い。トップでってことですか？はい、その最初の指導のときは別に変わらない。こういう人が多いんですけど、うん、フェードヒッターってこういう人が多い、うん、
で自分はもともとそうじゃなかったところですよね。もともと立ってたんで。あ、じゃあ合ってるかもってことだったんだ、はい、へえ。変えました。右手かどっか右肘か分かんないんですけど、軌道がなんか体にすごい近い気がするんですけど、それはあんまり意識してない。あんまり意識してない。ああ、じゃあもともとそうなんだ。まだだね、まだ近い。まだそう。まっすぐ行った。ナイス。力強い。全然変わらないよ。もう全もむしろもう、もうこうやって見てるもん。いい球だけど。ゴルフやってて良かったなと思うことは何ですか？良かったなと思うことは、うん、大人の人と仲良くできるっていうか、うん、いろんな人と、うん、知り合いが増えるっていうこと。知り合いが増える、まあ、ゴルフしなかったらなかなか知り得ない人とか、まあ、ゴルフしなかったら会話もあんま続かないよね、はい、大人とはね、はい、だけどそういうのができるかなみたいな、はい。もえかちゃんはゴルフしてよかったなって思うことありますか？やっぱりゴルフしてると、うんうん、いろんなところに試合だとか連れてってもらって、うん、やっぱ親との関係だとか、うんうん、監督だったりだとか先輩友達とかとやっぱりいろんな話ができたり相談とかもできて、うん、いろんなできない話もできたりして本当にやっぱその部分は良かったなと思って。しっかりしてますね。久々かもこんな状態でやるの。しょ。グリーン手前。20ヤードくらい手前。だいぶ左だよ。右で持たない。持たない。右の2本指外して。見る。あ、でもこれ突っ込んかかってないね。もったいない。惜しいね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか？上手なんでびっくりしました。いや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 。本当に本当に。いやいや、もうリンゴルフ、リンゴルフのおかげですごく女性のゴルファーが増えたって聞いてますので、すごくゴルフ界としては、はい、素晴らしいことだと思っていつも見てました。ありがとうございます。来ていただきました。ありがとうございました。いやいや、こちらこそあのソラにこうアスリートチャンネルの良さを間近で体感できたので、皆さんぜひこの合宿に。参加してください。AJGA の合宿。AJGA の合宿。まあ、うん、詳細はね、またリンク貼っておきます。そこから飛んでください。お二人はいかがでしたか？楽しかったです。はい。粘りのゴルフにしっかりゴルフに夢中になってていいなと思いました。で、なんか本当に今日回って思ったことが、うん、やっぱりミスはするんだなっていうのはよく感じました。はい、もちろん。でもその後のもっと取り返し、バーディーボンボン来るんで、まあ、そこがこう違いかなと。感じました。で、まあ、意外に、ね、ライト君もそうだけど、あ、行くんだ、そこ。はい。キーカーンなってる、ポーンなってるけど、まあ、多分ね、バーディー取ったりとか。はい、で、萌ちゃんも惜しいパットなんかに外したりとか、ショットあんなバシバシなのに。でも上がってみたら、こんなにスコアも全然崩れてない。すごいなと思います。これが、教えがね、一つ話してた。はい。以上ですかね。はい、皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。アスリートゴルフチャンネルもぜひ登録してください。はい、バイバイ。どうも YouTube のこれ小さくなった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  YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。